いろいろな旨味が、デリシャスソースをこっからね、かけていくんですよ。どうも料理のレナレンニアです。2本目なんですけども、ガブ飲みしてしまったせいで結構いい感じになってます。今回は、そんな酔っ払いにも安心安全な何作ったっけ、これとこれとこれだから、ネギ塩豚つくねです。呼ばれちゃってるので火使うのがねちょっとね危ないので、記憶がなくてもできる、そんな感じのレシピを作っていきます。リュウジのバズレシピ。材料説明いってみたいと思います。まずですね、豚ひき肉 180g、あと長ネギ、2分の1本、まあ、だいたい 50g ぐらい、あと生姜 5g、これだけですよ、これだけ。はい、それではですね、これから作っていきたいと思うんですけども、ご飯のおかずでもすごくいいんですけども、要はね、おつまみなんですよ。これ僕今からおつまみとして食べようと思ってるんですけども、おつまみとして食べるときに一番重要なこと、適度に酔っ払ってこうことです。こんなものを用意しました。ジャックダニエルですね。遠近法で大きくなったジャックダニエル注いでいきます。はい、ちょっとね、遠近法で小さくなったソーダを注いでいきます。自らを高めていきます。で、このね、この一杯がね、この仕上がりに差を持たせるんですよ。結構ね、簡単にできちゃいますから、お肉をね、ここに入れちゃうんですよ、全部。ここらへん、この、ね、間にね、砂噛んでるんですよ。入念にね、入念にやってください、ね、そして、こんな感じでね、小口切りにするんですね。こんな感じですかね。おろしていきます。5g、トン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 と塩小さじ1/4。これぐらいかな。はい、1/4。黒胡椒、まあもうね、結構ね入れちゃっていいです。黒胡椒小さじ1とね、半分入れちゃいます。こねていくんです。つくねですか、今日はね。ボールでもいいんですけども、ボールだと洗い物出ちゃうじゃないですか。洗い物を極力出さないようにね、塩を入れて、ね、肉をね、こうこねるとね、だんだん粘り気が出てくるんで、粘り気が出てきたら OK ですよ。これ成形していくんですね。はい、これね、この、分量だと4つぐらい肉団子ができますんでね、こんな感じでね、成形して、まとめます。これね、ちょうどいい感じの肉団子、ね、こっからですよ。こっから長ネギ、こいつを乗せていくんですね。ソーミシャンタンねえよっていう方いるんですけど、ペーパーで代用しても大丈夫です。うまけ大丈夫。はい、お酒ね、大体小さじ2。はい、これ小さじ2ですね。はい、この状態、ラップします。600ワット5分、500ワットだとね、5分、40秒ぐらい。はい、それではですね、できましたので、この状態だとね、ネギはトロトロになってるんですけど、ウェイパーが、ね、固まってるんですよ。肉団子たちをね、お皿に盛ります。こんな感じでね、盛ってあげて、このトロトロになった、ソース、これをね、こうやって混ぜてあげるんですよ。でお酒とかいろいろな旨味が、デリシャスソースをこっからね、かけていくんですよ。まあね、これがうまいんだもん。レンジでできるネギ塩豚です。完成です。はい、ではですね、できましたので早速食べていきたいと思います。今日はですね、このね、キリンの本搾りライム味、13%もライム入ってるの、これすげえな。いただきます。ネギダレね、絡めてね、食べてくださいね、これね。あ、これめっちゃうまいですね。あ、めっちゃめっちゃ合う。ごま油の香りもここに加わってるので、焼かなくても全然美味しい。うまっ。ソースの味がすごくね、しっかりしてるので、本搾りめっちゃ合うのかな。レモンとかかけても美味しいんですよ。レモンとかかけてもいいんですけど、あえて今かけなくて、このこれすごく、ね、酸味があってすごく美味しいんですけども、これで合わせることによってね、
無限にいける。本当言うとこのチャンネルは僕のプライベートを見せつけてるぐらいの感じです。いつも見ていただいてありがとうございます。柑橘系のお酒だったら全部合いますね。レモンサワーでもいいですし、焼酎にレモン絞ったやつでも本当合います。お酒愛がすごくてね、ちょっと語ってしまいましたね。お肉もしっとりしつつも肉の食感がすごいあります。うん、これがレンジで出てくるのはマジでいいです。ということでですね、皆様ぜひ試してみてください。酔っ払いでもできるお料理教室とかやったら流行るんじゃね。みんな飲んでる。どうですか。参加希望の方は、コメント欄に書いていただければ、実現するかも。いや、やめといた方がいいな。なんかね、問題になる。